竜殺しの過ごす日々は赤説と名による日本のライトノベル及びオンライン小説。イラストは壁風和が担当。小説掲載サイト小説家になるを似て2010年1月2日から掲載されたオンライン小説で長きにわたってランキング上位に君臨していた。2012年9月28日にはヒーロー文庫のレーベル発足第一弾として書籍化された。 2014年10月時点で、累計発行部数は65万部を突破している。空。青年が異界に来て、初めて見たものは真っ青な空だった。何の前触れもなく、何の理由もなく、突然、異世界にやってきた、渡瀬康介は偶然、竜を倒し、生贄とされていた貴族の四女ホルンを助ける。竜を殺したことから康介のパワーは増強し、 異世界で暮らしていくポテンシャルが飛躍的にアップしていく。コースケは、ホルンと共に魔女エリシールの家へ向かい、この世界の常識を教えてもらう。基本的な知識を身につけたコースケは、育て親の様子を見に来たボルドスと共にこの世界で生きていけるか試すため、ベラッセンという街へと行くことになる。コースケはいくつかの出会い、いくつかのアクシデントを超えて、 与えられた試験を達成していくのだった。ありがとうございます。